未完水未完水、未完水,水とは、かつて日本国内各地で大正時代から昭和時代にかけて飲まれてきた清涼飲料水。沖縄県など一部地域を除いて、全国各地の駄菓子屋などで販売されていた。そのほとんどのボトラーが冷裁企業であり、相次ぐ廃業により到達された現在では、製造メーカーが非常に少なく、小売りルートであった駄菓子屋の減少も重なり、 稀有な存在になりつつある。ほのかな甘みと酸味を加えた、爽やかであっさり味の清涼飲料水。主な原材料は、砂糖、加糖、ブドう糖液糖、酸味料、香料、水など。製品名称にみかんめを用いるが、みかん味ではなく、無果汁である。特定メーカーのブランド商品ではなく、一般名詞的に複数のメーカーから発売され。 高市屋などの一般小売店で販売されてきた。主なメーカーは中部地方ではサイン料、カゴメ食品。関西地方ではかつて神戸市兵庫区、長田区にメーカーが十数社あり、各社とも味をリンゴに見立てたアップルの同一商品名で製造を販売していたが、主な小売ルートであった地場の銭湯やお好み焼き店が 阪神大震災後に激減した影響で、のきなみ廃業し、唯一残った兵庫高専所製、アップルが、現在も、年間15万本を出荷して、神戸下町のご当地飲料として親しまれている。この未完水とは別に、チルド飲料メーカー LB が2009年から、低下重入り清涼飲料水、爽やか未完水を、製造を販売している。同商品は、元の未完水とは、 無関係のみかん味飲料でみかん果汁を2%加えており容器は紙パックである一般的に王冠で密視した通常の瓶を用い洗浄して再使用される通常割れるまで使用され兵庫高専所製アップルの場合約30年にわたって使用している瓶も存在する個々の飲料水メーカーで使用する瓶形状は異なるが 再利用可能である特性を生かし、廃業した同業者から譲渡された別ブランドの瓶を混用しているケースも珍しくない。一部ではペットボトルも存在する。ありがとうございます。